七術の逸話を知りたいって？じゃあよく聞いて。話によると100年前の老朽では異常現象が頻発していた。暗影が太陽を覆って罪が世に降り立った。噂では厄災の名は金雨。空に根を張り日を飲み込んだために諸悪の影が横行した。老朽の人々は抗おうとしたけど日を蝕む悪には勝てなかった。一瞬で老朽は厄災に見舞われ嘆きの地と化す。なんとその時ある義士が立ち上がった。彼が集めた瞬血は七術と呼ばれた。彼らは人々を支配する者、万物に精通する者、諸悪を一掃する者、陰影を駆使する者、状況を洞察する者、真摯に生活する者、人の身で神に近づき星の加護を受けた彼らは金雨と一戦を交える。星が光を失い天地が崩れ、力を尽くした7人は金雨を倒してみせた。そして光を取り戻す。彼らは創世のアンカーを作り、自身を模した七つの釘を置き、平和を守った。まさに、衆生救済、好みを捨つ、武や帝、万古に存ず。観客の注意を引くには臨場感が必要だ。どう？なかなか良かっただろう？偽りの夢に浸るのも悪くないかも。大事なのは楽しむこと。そうだよね。